警視庁は今朝、首都直下型地震が起きたとの想定で、過去最大規模のおよそ100カ所を交通規制する訓練を行いました。東日本大震災が発生した日、都内では大渋滞が発生。交差点の中までびっしりと埋め尽くした車で、緊急車両が通行できず、対応の遅れにつながりました。これを教訓に警視庁は今日、都内で震度6強の地震が発生したとの想定で大規模交通訓練を行いました。午前9時です。今一斉に交通規制が始まりました。これから10分間、大規模な交通規制が都内で行われます。規制は都内97カ所で、午前9時から10分間行われ、動員数は警察官とボランティアを合わせておよそ2500人と過去最大規模となりました。都の防災計画によると、都内で震度6弱以上の地震が発生した場合、都心を囲む環状7号線の内側が全面通行止めとなるほか、国道16号線の西側から都心方向への進入が規制されることになっています。今日の訓練では、迂回ルートへの青信号のみを点灯したほか、警察官による交通整理が行われました。警視庁によりますと、午前9時台の渋滞は1週間前の同じ時間帯と比べて環状7号線ではおよそ3割、都内全域でもおよそ5割程度で、訓練に伴うトラブルや事故もなかったということです。警視庁は車の通行量や流れ方などのデータをもとに防災計画の見直しを行う方針です。